パイゲームはビデオゲームを制作するために設計されたクロスプラットフォームの Python モジュール集であり、Python でコンピュータグラフィックスと音声を扱うためのライブラリーを含んでいる。パイゲームは SDL ライブラリーの上に構築されており、新言語のような低水準の機構を使わずにリアルタイムのコンピュータゲームを開発できるようにするための配慮がなされている。これは 計算量の多い関数のほとんどはゲームロジック自体から切り離せるという想定に基づいており、それが Python のような高水準言語をゲーム開発に使用することを可能にしている。PyGame は開発が停止したピスティルライブラリーを置き換えるために作られた。PyGame は元はピート・シナーズによって書かれ GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスのもとで配布された。 2004-2005年の頃よりコミュニティプロジェクトとなった。多くのチュートリアルが存在する。小さなゲームを作る大会も開かれている。2009年8月リリースのバージョン1.9-1を最後に開発が停滞。2009年末にパイゲームリローデッドとしてパイゲームにへ向けて進むかに見えたが、ならず。2016年末より復調2019年までに バージョン1.9.2から1.9.5がリリースされた。バージョン1.9.5以降、パイゲームに開発が再始動された。2019年3月31日、以前よりリファクターリリースと称されてきたバージョン1.9.5がリリースされ、以下のアナウンスがあった。2020年10月28日、パイゲーム20周年の日にバージョン2.0.0安定版がリリースされた。 どういう状態になったら、パイゲーム2が完成したことになるのか、について、マイルストーンが掲げられている。2D エンジンとライブラリー。ありがとうございます。